北海道日本ハム松井裕樹投手、東光学園高校。まず北海道日本ハム松井裕樹を指名しました。はい、いや東京ヤクルト大瀬良大地。ヤクルトは大瀬良です。九州共立大学、九州共立大、社会人の即戦力右腕。第1巡選択肢の選手をしました。オリックス吉田和正、JR の吉田です。 JR 東日本第1巡選択希望選手、横浜 DeNA 松井です。投手、東光学園高校。はい、松井裕樹ですね。はい、ここまで出ました。はい、ホークスです。いや松井3人ですかね。今3球団が指名してますね。松井すごいっすね。4球団目になりました。これ強豪ですね。結構石川歩夢投手、おお、東京ガスの石川を指名しました。一本釣りですね、これ多分。第1巡選択希望選手、広島東洋大瀬良大地投手、九州共立大学。大瀬良は2球団目の指名です。大瀬良投手も抽選になります。第1巡選択希望選手、埼玉西武。西武は、まあ、松井ですよ。おお、西武が来ましたね。大阪桐蔭森友哉。阪神は松井来ますかね。森ですと。森行きますかね。大瀬良行きました。大瀬良三球団目です。意外ですね。森来ると思ったんですけど、いや森じゃない。松井来ると思ったんですけど。松井多すぎじゃないですかね。はい。急に松井ですね。あれあれあ、森友哉一本釣りですか。すみません、吉田と松井、森友哉。森もうちょっと行ってもよかったんじゃないですかね。森もうちょっと行けたと思いますけど。石川投手は指名が重複しています。これより抽選を行います。さあ、ね、まあちょっと今ちょっとただ今帰ってきたばっかなんですけどね。いやで、ちょっと急に実況してるんですけど、ちょっと意外ですね。森はもう決まりましたね。なんで森行かないんでしょうね、みんな。もうちょっと行ってもよかったんじゃないですか。松井は4-3球団かと思われましたんですけどね。僕的にはまあね、ホークスか横浜にお願いしたいと思います。ホークス、横浜、中日でもいいですね。うん、まあどこでもいいんですけど、まあ自分が応援してる球団にね、ぜひ行ってほしいってもんなんで、ね、みんなから見たら。谷繁新監督の最初の大仕事ですね。抽選に強い人、お祝いってあるんでしょうね。当てた時の、その時の谷繁さんです。繰り返し使われますからね。
まあそういう意味では印象に残る学校が出るかもしれませんね。これ最初の記事を引くのは栗山監督です。以下中畑監督、大会長、谷重監督、立花社長という順番でくじを引いていきます。大会長は去年アジア大学の東山を引き当てました、ね、さあまず栗山監督です。右手で引きました自分的にはあの一番左端にあるのが当たりと思うんですね。まああくまで予想なんですけど、あのその一番左です。あ、違います、それじゃないですね。右手で引きました。さあどれでしょうね、気になります。この中を覗き込みました。王会長、去年同様にさっと引いています。まあ外れですと他はもうあまりいないですね。監督は左手です。決めていたのでしょうか。左手で引きました。立花球団社長、右手で引きました。さあ東光学園松井裕樹投手の交渉権は、楽天ですか。最後の一枚でした。右手でも左手でも一緒ですけどね。それでは見事松井選手の交渉権を獲得しました。東北学園の立花社長です。おめでとうございます。ありがとうございます。今年も大役を任されましたが見事でしたね。いや、あの星野さんから行けって言うんで行け、いやいや行きました。ちょっと声が震えているような感じですが。いや本当に緊張しました。自信はありましたか。ありがとうございます。もうちょっとばらついてもよかったんじゃないですかね。注目をしている松井投手、どんな選手に、あの西武みたいに思い切りいっちゃってもよかったんですよね。田中を超えるような投手になってほしいと思っています。東北のファンに一言お願いします。あの東北今年なんとか優勝できまして、これから上州軍団を作るべく頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。松井投手の交渉権を獲得しました東北楽天の立花社長でした。おめでとうございました。球団創設9年目で初めての日本シリーズ出場を決めました東北楽天ゴールデンイーグルス。そして今年無傷の24連勝をマークした田中投手を超えてほしいという思いも生まれます。あのやっぱり育成システムじゃないですけど、田中投手を育てたようなやり方で大体こうできますからね。そういう意味ではいい球団に入ったかもしれませんね、はい、そして石野監督のこの表情、ね、え満身の笑顔でしたね。まあ僕はね一巡で切るんで、まあ、続いては九州共立大学、大瀬良はまあどうでも、まあ自分はまあこれだと広島が似合うかなって感じです。東京ヤクルト、広島、自分的にはまあ広島が似合ってるかなと思ってるんですけど、まあ大丈夫でどこでもいいですけどね。右手で行きました。去年小川監督は左手で引いたんですね。今年は右手です。3分の1ですからね。広島カープは田村スカウトです。あの田村スカウトは大瀬良投手の担当スカウトですね。そうですか、田村監督じゃないんですかね、はい、担当スカウトの田村、取り入れがついて、スケーさんですね。そして和田監督、あ、去年同様左手で行きました。前にすごいですね。タイガーファンが詰めかけてましたからね。セリーグの3球団、ね、さあ大瀬良投手は
大瀬良投手は広島ですね。あ、おめでとうございます、広島さん。広島も二桁投手を4人出た球団ですからね。今年は10勝目です。ですからこれまたローテーション候補が1人入るということになりますから、ニューランが決まれば、投手王国になっていくのは、この選手は嬉しそうですね。いやー、でもいい時に行けますね。田村スカウトです。おめでとうございました。ありがとうございました。ずっと彼を見続けてきて思いが届きましたね。そうです、あの本当に嬉しいです。抽選をやってくれということになって、まあ、台に上がったんですけれども、どんな気持ちで来ましたか？やっぱり自分が一番見続けてきたんで絶対に当たると信じて臨みました。いよいよ今年は A クラス入りをして、いよいよペナントへ向けてという来シーズンですが、どんなピッチャーに育っていってほしいですか？ちょっと今真っ白でちょっと何も答えられないんですけど、あの野村監督の下で一生懸命頑張って素晴らしい年になってくれると思ってます。思いが届いた広島カープの田村スカウトでした。おめでとうございました。はい、おめでとうございます、広島さん。あ、ホークス、ね、僕はホークス DeNA のファンなんですけど、まあ結構喜んでますね。なんか勢いがそのまま楽天もそうですけど、後半盛り上がってたチームがこのドラフトでもね、でも今の田村スカウトの涙ちょっとグッとくるものがありましたね。ものすごいやはり思い出があったんです ね、 そうですね、感じますよ ね、 そうですね。はい、石川も思いましたね。ちょっと音声がありますね。原監督、右手で引きました。夏に一つです。それでは、開けてください。東京ガスの石川投手は、あ、ロッテですね。ありがとうございます。150キロのストレート、そしてカーブ、スライダー、シンカーを巧みに投げ分ける東京ガスの石川歩夢投手。あ、でも交渉権は千葉ロッテマリーンズが獲得しました。あ、中継ぎで使おうっていう、それでは石川投手の交渉権を獲得しました。すいません、ね、千葉ロッテ伊藤監督です。おめでとうございました。 ありがとうございます。ジャイアンツの原監督との一騎打ちとなりましたが、自信はありましたか？まあ、苦渋は、ね、あまり強い方ではないんですけど、今日は朝からですね、できるだけ右手をあんまり使わないようにこのためだけに取ってきましたので、まあ、そういう運が見事に、生かしてくれました。来シーズンの1年、即戦力だと思いますが、どんなピッチャーとして期待をしていますか？今年やはり先発陣に、すごく頭悩みましたので、まあ、彼の力からすれば十分、先発完投というね、力を持った投手だと思いますので、先発でいきますかね、これ。2桁以上勝てるピッチャーに育ってほしいなと思います。この中継も彼は見ていると思います。この瞬間を待っていた石川投手に伊藤監督から語りかけていただいてよろしいですか？はい、非常にチームも若いですし、みんな伸び伸び明るく楽しくやってますので、ぜひ一緒にやりましょう。おめでとうございました。千葉ロッテ伊藤監督でした。5球団の交渉選手が確定しました。残る7球団はこれから抽選に、これから指名に移るということになります。広島カープ大瀬良投手、そして楽天が松井投手、西武は森選手、そしてロッテが石川投手、オリックスは吉田投手との交渉権が確定しています。はい、ではまあこんな感じでしたね。2巡目は
まあ別に撮れますんで、よかったらそっちを見てください。では。